どうもこまちゃんです。僕は今雲仙にいます。見てくださいこの景色。今回の旅の目的は6000坪の広大な庭園を携える敷地内にわずか14棟の客室だけを有する雲仙温泉街の有名旅館半水寮の紹介。14棟の客室はなんと全て一棟貸し。広い敷地に限られた人数の客しか泊まることができないため旅館の中ではほとんど他の客と遭遇する機会さえ少ない。芸能人や各業界の著名人がお忍びで利用することもあるようで、ひとたび半水寮の敷地をまたげば美しく広い庭園を眺めながら贅沢で心地よい時間をたっぷりと誰にも邪魔されずに過ごせる。ではここで僕と一緒に旅をしてくれる仲間を紹介しよう。では一緒に来ていただいている方をご紹介します。ユッキーさん。大家好。大家好じゃないよ、日本語喋ってよ。皆さんこんにちは、ユッキーです。そうなんですよ、ユッキーさん、あの中国の方なんですけど日本語堪能なのでちょっと日本人と間違えるかもしれないですけども、ユッキーさん実は超やり手の経営者です。いやあんまそういうこと言わない方がいい。半水寮を堪能する前にまずは雲仙の地獄巡りに出かけたいと思う。雲仙の国立公園に来てます。でちょっと見てもらいたいのがこれですね。これなんだかわかりますか？これなんか古い柱。いいとこに気づいた。柱です。でこの古い柱なんですけど、もともとここ大正の後期にあの親友ガーデンっていう秘書客向け、外国人のの秘書客向けの庭園があって、そこの庭園の入り口の門柱だったっていう、そういう柱みたいですね。すごい、はい、じゃあちょっとあっちも見ていきましょう。地獄ですよ、地獄。雲仙地獄です。雲仙といえば地獄ですね。す地獄巡りが有名ですけど、すごい、うん、ほらこれが地獄ですよ。なんか本当にさ、見てると地獄みたいですよね、うん、しかも匂いも地獄の匂いしてきた。硫黄のね、匂いがすごいよね。地獄に猫ない。あ猫が地獄で丸くなる。なんだこの猫、気持ちよさそうだねこれね。しかもこの猫の彼女を探しに来た。どれどれどれ、あれ猫がなんでこんないっぱいいるんだこれ。猫が地獄好きっていうことだね。すごいすごい、この音すごいねこれ、マジで。わお。すげえなこの景色、この音、この匂い、この煙、地獄を感じさせる一瞬です。ほんとね、うわすごいよこれ、ほら怖い怖い、逃げよう。うわすごいことになってる。うわこれ熱そう。これ熱いね。これ落ちたら大変なことになるかも。うん、焼け死ぬね。キリシタン殉教の地としての歴史の顔も持つ雲仙地獄には大小30箇所ほどの地獄があり、それぞれの地獄の名前には由来と歴史がある。これらの地獄を散策する地獄巡りは雲仙観光の醍醐味といえる。僕たちは地獄巡りの最後に1個食べたら1年長生き、2個食べたら2年長生き、3個食べたら死ぬまで長生きと言い伝えられている雲仙地獄で蒸した卵を販売している雲仙地獄工房を訪れることにしたのだが、この温泉卵食べに来たのに、なんと営業しません。ああ、私の長生き返して、私の長生き返して。せっかくあんなに歩かされて地獄の中で。だ地獄に戻りましょう。なんだよ、地獄を取り抜けてきたのに。ああまた地獄に戻る、はい、もう一回地獄に戻りましょう。ああかわいそうに。実は僕たちが訪れた場所は雲仙地獄工房ではなかったのだ。そんな大きな勘違いをしていたことにすら気づかず、結局半水寮に戻る二人であった。紅葉もいい時期ですね、ちょうどね。こういうの全部工業ですかね。はい、いい感じに色づいてます。はい、今回この福禄寿というところに泊まります。遅いよ遅いよ、これ簡単に開きます。じゃあ僕らが泊まる福禄寿ですね、はい、見ていきたいと思います。
めっちゃ広いよこれ。で、面白い作りになってて、こっちこっちです、こっちこっち見て、下行ける。お、階段。うん、後で行ってみましょうね。はい、ちょっとね、広いからざっくり行きますよ。これなんだ、あ、トイレ。ここは別に取んなくていいよトイレです。はい、で、じゃあ今ですね、今。いや、いいですね、テンション上がるね、これちょっと、これすげえでっかい。うわ、ここ縁側にもうちょっとおしゃれな椅子がありますよ。いいね、この紅葉見ながらテンション上がりますね。すげえわ、紅葉の時期で最高だね。はい、どんどんね。んで、こっちが今です。はい、ベッド2つということで、今日僕はこっちに寝ます30分ぐらい寝たら続きやるわ。ダメです、ダメです、仕事残ってます。仕事残ってます。はい、じゃあ10分だけ。ダメです、一回行ってください。じゃあ一回行こうかはい、で、あ、一回行く前にこっちが広いわ、マジで。ここすごい、こっちがね、真ん中前もなりそうです。ね、広すぎ。これヒノキ風呂になってる。使うかどうかわかんないけど、あのここのね、施設内にあの大浴場と、あと貸し切りの湯があって、今日ちょっとそっちも予約してるんでね、使うかはわかんないんだけど。なるほど、うん、じゃあちょっとね、1階だけでもこのぐらいの広さだから、2、あ、2階か、1階行きましょう。1階、はい、階段ね、降りて。1階も広い、すごいな。もう廊下があって、うわすげえこれ。ちょっとちょっと寄り道しないでこっちに古文書の壁があります。古文書みたいな、読んでください。いいよ、読まなくて。十なんとか、本当のこと言ってる。本当本当、少々なんとかなんとか、これなんだろう、すごいね。帯です。帯、見ればわかるけどで、ここが食事する、はい、スペースになってますね。いや、すごいね、2人でこれだけの広さで贅沢だね。すげえわ、これ、うん、いや、ここの後ろも縁側ある。やばいね、ここ。あ、こっちもなんか多分ね、お飲み物飲んだりとかね、そんなスペースで。ここすげえわ、多分庭出るんじゃないこれ、はい、お、あ、違うな。お、庭出れます。お、いや、すげえ、マイナスイオンが。大きい方が入った方がいいと思います本当だちょっとね、男女のあれがあるんだね、これ差がすごい、もうマイナスイオン感じまくりです、これ。あ、でもこの景色は本当にやばいですね。やばいよ。いや、トトロのあれ着てきてよかった、俺これトレーナー。あ、そうなの。それはこの木の中でトトロ探そうと思ってこのトレーナー。雲仙の中でね、森に来るの分かってたからさ、ちょっと今日森色で。あ、本当だ。トトロですよ。トトロ、トトロいます。はい。トトロを探しに行きましょう。よし、行きましょう。いや、もうすごい森続きますね。こけた。何してるんですか。黒田五寸人参ジュースっていうのと、あとこれは雲仙レモネードって、あの冷蔵庫に入ってるものですね。で、これちょっとね、特徴的なのが、ユッキーさん、これなんで温泉って書いて雲仙って書いてあるでしょ、わかる？あ、はい、はい、もともとなんか温泉って書いて、この辺の地域の人たちがあの雲仙って呼んでたらしいの。なんか多分訛りだと思うんだけど、元はこういう感じだったの。温泉って書いて雲仙っていう地域だった、うんうん、で温泉街でしょ、この辺で。それがだんだんね、雲の仙人になってったっていう、まあちょっとうんちくですけど、はい、まあそのうんちくですか、うんちくですけど、ちょっとね、じゃあ雲仙サイダー、僕も飲んだことないんで飲んでみたいと思います。逆、え、逆、逆、こっちじゃないよね、これはこうだと思う。マドラーまさかのマドラー、これ
すいません、線抜きこっちでした。今ね、ハプニングでした。マドラーじゃ開かないよね。ちっちゃいなと思ってさ、今、はい、多分ちょっとあの甘みが薄いサイダーって感じ、イメージが。ハンズ医療はミシュランガイド福岡、佐賀、長崎2019特別版に掲載され、宿泊施設の快適度は長崎県唯一の最高評価5つ星。また料理の評価は1つ星を獲得している。ミシュラン1つ星の料理、楽しみだ。パイだと思います。はい、うん、うん、日本料理にうるさいユッキーさん、どうですか。美味しいんですよ。とても新鮮で身が締まってます。うん、珍しいね、そこまで言うのはね。さすがにミシュランであって、うん、料理のレベルは高いです。うん、でもさ、うん、さっき地獄何往復もしたじゃないですか、うん、はい、しかも卵を食べれなくて、ね、今は天国じゃないですか。そうね、はい、天国へようこそ。天国へ来たお祝いです。天国に乾杯。ハンズ医療の料理は本当にどれも素晴らしく、見た目の細部にも繊細にこだわっていて、おもてなしの心意気を感じずにはいられない。普段は味にうるさいユッキーさんも、長年経っていたお酒を飲みたくなるほどすっかりご機嫌だ。こちらは清泉石上流るという長崎の地酒。ハンズ医療で今回素晴らしいと感じたことの一つに、一棟貸しの客室に専属のスタッフの方が常時ついてくれるという点は外せない。細かな気配りでお茶や料理を提供してくれるだけでなく、客が少しでも居心地よく過ごせるようにと、僕らの心を先回りした細かな配慮を重ねるようなサービス精神は、さすがミシュラン最高評価を獲得した旅館だと感じた。まさにここでは至れり尽くせりを味わえる。すごい、おおー、すごい、宝箱を開けたような、すごい、旅館名のね、ついた日本酒です。岐阜で作ってるようです。こういう色ですよ。あ、色がね、ちょっと濃いね。ね、うん、ちょっと飲んでみます。あ、うまい。おー、うまい、出ました。じゃあ僕もいただきます。はい、日本酒ね、正直飲めないんですよ、全然。うまいですよ、この日本酒、本当に。あー、ね、ダサいより甘くないし、料理に合うと思います。よくわかんないけど、うん、美味しいって言われたら美味しい気がする。日本酒わかんない、本当。食事の最後にデザートを食べた後は、予約をしていた貸し切りの温泉へ向かうことに。実はハンズ医療、僕らが最初にやってきた2階につながる庭園側からの出入り口の他に、1階の裏口からも部屋を出ることができる構造になっていて、この廊下は他の旅客が泊まる宿泊施設や館内の大浴場がある東の湯や貸し切りができる西の湯などとつながっている。貸し切り風呂は2種類あるようで、一つは妙見岳という名の温泉。今回僕が使ったのはもう一つの国見岳。では、中を紹介しよう。はい、おお、ここが、はい、着替えができますね。で、ここが多分中だね。おお、すげえ。おお、浴場です。おお、すごい。サウナもついてますね、こっち。おお。おー、あ、暑い。おー、すごい暑い。これは暑いぞ。サウナがあって、で、こっちがね、白濁の、わー、これ気持ちよさそうだね、お湯です。はい、温泉で、多分外も行けそうですね、これ。まあ、今日ちょっと、おー、露天だ。おー、最高。はい、こちらが西の湯の貸し切り時間の案内ということで、はい、こういう感じでね、奇数ですね、奇数の数字のところから、まあ、15時、17時、19時、21時っていう感じで90分単位で貸し切りできます。いいね、この夜景を見ながらのね。うん、
なんか雨降ってるけど、あいにくのね、それもなかなかいいよね。うん、なんかこういう雨の音が。そうね、ちょっとじゃあもう寝てもいいですか。おやすみなさい。はい、どっちが僕の布団ですか。そっちでしょう、もう寝たのに、はい、あー私の布団汚された。朝食です。じゃあワン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 。チェックアウト前にいただいた朝食は素材の良さを生かした健康的な和食。夕食同様、こちらも美味しさ抜群で満足度が高い朝食だった。朝食とともに用意された牛乳や地元のフルーツジュースはカゴの中の飲み物が飲み放題。個人的には新鮮な梨のジュースがおすすめだ。さあ、それではいよいよ旅の総括へ。わあ、何も見えない。ちょっとこれ見えないよ。わあ、これ全然見えないね。マジやばいね。これすごい。さすが地獄だわ。これ一本間違えたら本当に地獄行きだからね。やめて。どうですか、もう一回来たいと思うような旅館だった、これ、ゆっきーさん的に。うん、また来ます。お、必ず必ず来る。すごい、だって部屋めちゃくちゃ大きくなった。でかい、めっちゃ広いよね。めっちゃ広いよね。うん、あのくらいの部屋東京で泊まってたら50万はくだらない。あー、なるほどね。しかも大自然の中で温泉も貸し切りもできるしとか、なんかいろんなオプションを含めたら、まあ、マジですごいいい体験。どうです、上海にありますか、この景色。ないですね、上海は。まあ中国のどこかちょっと外れのところ行くと、うん、同じような景色あるところもあるかもしれませんが、うん、上海にはないわ。上海にはないね、うん、僕ら今から雲仙第2弾東園に今日は行きます。その子もぜひ見てください。それじゃあまた。半水寮は長崎空港から約51キロ、レンタカーを借りて車で移動すれば約1時間10分程度だよ。次の濃厚な旅もぜひ見てね。